ビスの魔術師、オイラたちを待ち伏せてたのか。いや、奴らはただ遺跡守衛の残骸から何かを探そうとしていただけだ。そうなのか。そういえば旅人もよくそうやって探してるよな。混沌の装置とか混沌の回路とか。少なくともそのような平凡なものではない。俺がこの近くを調査していたのは、アビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ。奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしい。それを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだ。しかし、あの様子を見るにまだ見つかっていないようだな。じゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出せなかったんだ。もちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはない。ただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてな。その真相は拷問程度で吐くようなものではない。言い換えれば、アビスの魔術師は拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろう。なんか鳥肌が立ってきたぞ。ここで時間を無駄にはできない。先に進もう。が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然か？この世に偶然などない。全てははるか古に撒かれた種によるものだ。あの酒場で貴様が現れたのと同様に、時間はその種を芽生えさせる要素でしかない。気にする必要はない。アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない。同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう。樹木？枝？それって。奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだ。え？カーンルイヤだって？そうか、アビス教団と遺跡守衛はカーンルイヤが滅びた後の残党だったってことか。でもカーンルイヤってすごく古い国の名前だぞ。あ、そうだ、旅人にも説明しなきゃな。カーンルイヤっていう国は、お、記憶？でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ。ふん。人は誰しも秘密を抱えている。貴様が俺に深く聞かなかったように、俺も貴様のことを深く聞くつもりはない。しかし貴様に話す意思があるのならば聞こう。貴様が見たカーンルイヤとは
どんな光景だった？あの時の話にそんな経緯があったのか。オイラはてっきり話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。この世界に来た時、隕石の中から妹に呼び覚まされたのか。どうやら妹さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。そして貴様の妹はカーン・ルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすといい、一緒にテイワットを去ろうと、そう言ったのだな。カーン・ルイヤの滅亡？本当にそんなことを？貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だ。どうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな。つまりお前の妹さんは先に目覚めてたから、この世界のこともお前より知ってたってことか。そしてその後、見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたと。その話ならオイラも聞いたぞ。そうか。貴様が目覚めた時、カーン・ルイヤという地名については何も知らず、ただ急いでこの世界を去ろうとした。しかし今テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーン・ルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対してあまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど。それって妹さんを探すためにカーン・ルイヤについて調べてたんだな。なるほどな。七神を探したいなら七国を巡ればいいけど、カーン・ルイヤは500年前に滅亡したから今はもう亡くなってるもんな。カーン・ルイヤについては俺の方が詳しいだろう。カーン・ルイヤは神を持たない国。神は死んでも去ってもない。ただ最初からカーン・ルイヤの歴史には存在しなかった。あれは人類によって建てられた強大な国であり、人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた。神が存在しない国。そして貴様の記憶にもあるように、全てが神によって滅ぼされた。それって500年前、神々が降臨しカーン・ルイヤを滅ぼした。人類の誇りも雑草のように神々の庭から駆除された。そんな歴史の本にも載ってないぞ。このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。いるぞ。さっき遺跡守衛は全部カーン・ルイヤから来たって言ってたよな。それってカーン・ルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことか。いや、遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ。500年前の人々はそう呼んでいない。現在は遺跡守衛などと呼ばれているが、当時のカーン・ルイヤでのコードネームは幸運鬼だ。幸運鬼？変な名前だな。貴様たちが考えているものではない。
幸運期とはあくまでもコードネーム。当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた。土地は農具で耕すものではない、鉄と血で争奪するものだ。この理念をもとに幸運期が誕生した。鉄と血で土地を争奪？カーンルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな。カーンルイヤが滅亡した今、主を失った幸運期は制御不能になった。長い時をさまよい、このテイワット大陸に点在している。他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただただ彷徨っている。なんかかわいそうだ。おう、お前はよくやってるとオイラは思うぞ。これ以上深く話しても貴様たちには何の意味もない。何はともあれ今の奴らは脅威だ。全て片付けた方がいいだろう。魔術師の体から出てきたこの呪符、もしかして何かのメッセージか？ふん、この気配アビスの使徒と関係しているようだな。アビスの魔術師から出てきたということは、おそらく奴らの行動に関わる内容が記載されているのだろう。でもこの文字全然読めないぞ。カーンルイヤの文字なのか？敵の侵攻を巻きとし、崇高なる姫様に栄光の火を灯さん。それがメッセージの内容か？運命の食器、原初の計画。どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだ。そしてその鍵となるのが運命の食器。まだ初期段階のようだが、いろいろと試行錯誤をしているようだ。運命の食器？運命を折る機械ってことか？確かに、あの不気味な遺跡、見るからにその計画と関係がありそうだな。ライン、メッセージには他に何が書いてあるんだ？今読んでいる。複雑で理解できない部分もあるが、狂気に満ちた計画であることは確かだ。どういうことだ？一言で言えば、計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している。渦の魔人？あの海の中にいる魔人だよな。でもオセルに何をしようとしてるんだろう。その事件については俺も知っている。アビス教団が流祭でやったこともな。結果を見れば、貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになる。この前は神の眷属で、今回は古の魔人か。標的がどんどん大きくなってるぞ。アビスは今回も
人の時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのか。いや、このメッセージによれば今回の計画はさらに進んだものだ。精神の改造に限らず幸運機を製造する技術によりオセルの肉体を改造しようとしている。そんなことできるのか。まさかアビス教団のやつら究極殺人兵器機械魔人イカを作ろうとしてるのか。今となってはカーンルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。だがアビス教団がカーンルイヤの失われた文明を追い求め、その意志と執念だけで動いていることは確かだ。どうやら汚れた逆さ心臓をもとにオセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてある。そして最古の幸運機の目は心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ。最古の幸運機の目？あ、おいらわかったぞ。アビスの魔術師がずっと探してたのはそれだな。そうだ。話がどんどん複雑になってきたな。でもやっぱりあの不気味な七天神像と関係があったってことだな。ああ、メッセージによればその目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。この計画スケールが大きすぎてわけがわからないぞ。でも最古の幸運機がどこにあるのか誰もわからないんだよな。だったらまずは心臓から調査してみるのはどうだ。ああ、原油野郎はいつも場所を転々としてるからセピロス教会に聞いた方が早いだろうな。何かわかるかもしれない。大聖堂か。ロイン、どうかしたのか。気にするな、先を急ごう。